はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、日産フェアレディ Z がね、新しく、プロトタイプが、公開されたということでね、早速ウェブの方で見れますので見ていきましょう。はい、パワーオブ Z を体験すると今すぐ見る。おー、なかなかかっこいいですよね。レトロフューチャーといいますか、これちょっと私の世代からするとこれね、懐かしいなというデザインなんですよね。まあ、これリアのね、テールランプが Z32 ですよね。1990年代ぐらいの、Z ですよね。Z ね、私ちょうどね、高校生ぐらいですかね、見た時に、うわすげえなと。こんなスーパーカーが日本のメーカーが出すのかという印象がありましたね。これ全体的なフォルムは S30 とか240Z ね、あの辺のデザインをまあ継承してますよね。いやでもこれかっこええな。当時ね、アメリカの方でもダッツンというね、ダットさんねっていう名前で日産が売られてました。その時は結構日本車なんぼ走っても壊れねえぞ、このスポーツカーは強いぞと、まあサムライカーだということで。よくね、これはアメリカで売れた車なんですよね。でこれの先っちょが長いやつがね、Gノーズって言って、あこれこれあこれは130です。わりかしね、1980年代70年代80年代ぐらいですね、これのマンハッタンカラーを私実は乗ってました。でこれ次のね、Z、 これをだいぶねデザインが四角く角張ってね、そうそう、ティプトロッコのパカパカのね、31か Z31 が、ね、これもねよく売れましたね。でこれは32ね、このデザインねすごいなと、もう本当スーパーカーが出たなという感じでしたよね。この辺がちょっとバブルの時代のフェアレディ Z と、でこれが、新しく、まあこの辺からねちょっと33あたりからちょっと売れなくなってきたかな。スーパースポーツカーっていうのがねちょっと時代から外れてきたかなと。あこれ第一世代、第二世代、あ第二世代にあるんですね、 S130。 あ83年まで売ってたんか、これの、あそうそう、 2x2。 これのマンハッタンカラーっていうね、ツートンカラー、グレーと黒のツートンカラー乗ってました。今33、あ次はじゃあ第6世代になるんですね。でこの Z の DNA が息づくということで、だいぶデザインね、あこのほら Z のマーク、この辺ね、30のデザインですよね。フロント、あこれサイドビューめっちゃかっこええわ。ロングノーズショートデッキね、ちょうどね運転席がこの真ん中にあるんですね。真ん中よりちょっと後ろかな。本当にいわゆるね Z のシルエットだなという感じがしますね。あこれ左ハンドルか、うん、あちゃんとねこのほら3連メーター、これが継承されてますよね。あでっかいタッチパネル、これ12インチぐらいのタッチパネルかな。まあ、この辺がね先進的になってるなという感じがしますね。おすごいやっぱシンプルですよね。なんかつなぎ目のないなんかモノコックボディというか一体化されたボディに見えますね。まだちょっとコンセプトプロトタイプということで市販のデザインにはなってないんですかね。あドアノブがあんなところついてんの、うん、あやっぱリアかっこええかもしれん。さっき一瞬ねエンブレムが斜めについてましたよね。おこうやって比べてみると、あそんなに大きくない、ひょっとして今度の Z ね、昔の Z と今並走して走ってましたけど、そんなにボディ大きくなさそうやな。おなんかこうカーボン調、カーボンなのかカーボン調なのか、ちなみにね、全長が4382ミリ、全幅が1850ミリですね。で全高が1310ミリと、まあ、全幅ね1900ぐらいいくかなと思ったんですけど1850なんですね。
V6 の、ツインターボ6速マニュアルトランシュ6速マニュアルトランスミッションですね。 V6 のツインターボということでかなりのハイパフォーマンスカーですよね。で、今年の、ね、夏に日産のアリアが出ましたよね。それは、最先端の電動化と、運転支援技術を搭載してこれまでになかった新しいドライビングを、提供してるっていうのが、電気自動車のアリアですよね。まあ、電子化されて、まあ、機械任せになってきたなっていうのがアリアで、日産フェアレディ Z は、人間が意のままに動かせるということで、まあ、あのドライバー任せだということで、まあ、ピュアスポーツカーで、まあ、売り出しているというものなんですね。なので、まあ、運転する楽しみを存分に味わえるというものですね。リアというかね、この横のシルエット、この写真めっちゃかっこよくない？これ見るといや欲しいなという感じしますね。フロントのところからこのやっぱね、ロングノーズ、ショートデッキ、そしてこのトップはこれガラスで1枚でつながってるのかな、これディーバールーフは採用されるんかな、ちょっとその辺わからないんですけどね。ドアノブもちょっと隠されたような感じでデザインされてますよね。で、あの腰がね、キュッと絞られたような感じになってますね。この下の部分、ここは黒で締められて、ちょっとこうキュッとね、くの字にキュッと上がってますよね。あの腰がね、ウエストがキュッとしてる感じですよね。で、リアおけつ大きいみたいな、わーいいね。いやちょっとこれちょっとエロボディですよね。で、これ流行りですかね。ここはシルバーの一本ね、こうデザインでシュッと、これが日本の刀のようなね、真剣のようなデザインですよね。こう一本日本刀がシュッと走ってるかのような。で、リアにね、こう流れるこのガラスが、ここまでガラス来てるのかな。うん。で、このフロントね、フロントマスクはこう大開口口、これね S30、 あの悪魔の Z ね、あの湾岸ミッドナイトで、あのね、漫画でありましたよね。あのような感じで開口口がバカッと開いてるという感じですね。で、ちなみにこれが現行の Z、 待ちきれない方は今のやつ買ってねと。これだいたい397万円からなんですね。ということはまあ450万ぐらいかな。まあ次のも450万前後ってところですかね。まあでもこの辺はもうだいぶモデルとしては長かったんで、どうでしょうね。はい、いかがでしたかね。プロトタイプのフェアレディ Z。いや、懐かしいですね、本当にね。私が19歳、高校卒業して、20歳ぐらいかなに中古で初めて、当時ね、64万で買いましたよ。オートマをね、改造して、わざとね、マニュアルにしてね。で、もうロングノーズでね、もう運転してたらほんとこんな感じ。すごいね、フロントがこう揺れるような感じで。でね、リア駆動でね、良かったですよ。いや、でも結構当時、130乗ってもね、懐かしい車だなと言われましたね。年配の方々に、ああ、いや、いい車乗ってんねん、兄ちゃんって言われましたね、当時ね。まあ、Z のね、プロトタイプということで、いや、なかなか、レトロフューチャーなデザインで、ハイパフォーマンスカーになるんだろうという感じですよね。ちなみに私ね、こういった、車の動画をよく出しておりますので、初めて見た方は、ぜひとも、チャンネル登録していただいたら嬉しいです。チャンネル登録してくださいね。お願いします。そして、グッドボタンもよろしくお願いします。はい。というわけで、フェアレディ Z のプロトタイプが発表されました。でした。じゃあね、バイシュ。